はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、いよいよ難関校の算数1が、完成発売という、テーマで語ってみたいと思います。このね、私もね、佳境のね、中ね、いろいろと隙間な時間を作って、これね、作ってきました。難関校の算数のね、テキストの一冊目、できました。今日から発売します。で、どういうね、コンセプトかっていうと、言うまでもなく、これ、難関校の算数です。今までね、偏差値60超えシリーズっていうのは、1、2、3、4と出してきました。これもね、5、6、7、8、9と、出していこうと思うんですけど、このね、偏差値60超えの算数っていうのはね、非常に基本に忠実な、いい問題で、偏差値60を超えるというのを、ね、目標としたもあのテキストです。で、もう1ランクね、難しいっていうのがあるんですよね。で、これを集めたのが難関校の算数です。だから男子、この場合このテキストはね、開成と筑駒、筑波大附属駒場中学校の問題を、集めてね、全問題、動画で解説しています。で、これを、テキスト化したものです。で、最上位校を目指す方はね、今ぐらいの時期からそういう問題に触れてた方がいいんですよ。もう塾のオーソドックスな問題は大体できると。それを組み合わせて、問題をしっかり読んでね。で、情報を整理して、組み立てて、問題を解いていくっていう問題ね。で、そういったものに触れる。徐々に触れていく。で、そうすると今から1年後は入試ですから、夏を過ぎたあたりに、かなりアプローチの仕方が分かってきてね。勝負問題まで解き切ることができる分野が広がっていくっていうね。そういうテキストです。で、今回は、これね、難関校の算数、再生リストに行っていただければわかりますけれども、難関校の算数のね、1番から51番まで入ってます。で、自分で問題解いてもらって、で、分からなかったらこの QR コードでね、もしくはできたら QR コードで、もう解説を聞くと、こうか、分かんないな、こうだな、これな、このね、これね、この QR コードで、で、解説は、動画で見てください。偏差値65円の算数と違うのは、これ問題のみです。問題とあと答えが載ってるんですけど、解説は、動画で見てください、そういう形の、ものです。で、ぜひね、ゆっくり1問ずつやってみてください。1問ずつでいいんです。そんなに簡単には解けません。で、分かるのだって大変です。分かるのだって大変だから、これを早く正確に3分以内に解くのはもっと大変だろうと思いますけれども。でもね、それがまずね、そこから始めなきゃいけないんですよ。ね、そんなコンセプトで作ったものです。価格は4500円です。ぜひね、これね、目指す方。購入してください。1問ずつ。私もね、結構ね、頑張って作りました。今日はね、難関校の算数の1が、できましたと。発売開始ですと。購入する方はね、
購入フォームから、入ってみてください、ね、で、合わせてね、まずしっかり固めたいっていう人ね、あの偏差値65円の算数を、おすすめします。結構いい問題入ってますからね、これもね、どうぞ。で今日は、まあ、そんなお話です。いいなと思ったらチャンネル登録、購入フォームへ、どうぞいらしてください。